8月17日は自分にとってすごく大切な日です。マスターマインドジャパン、マスターマインドワールドが今も好きでいるのは、この2つの作品を生んでくれた方のおかげだと自分は思っています。その方が亡くなったのは2017年の8月17日、マスターマインドジャパン、マスターマインドワールドが新しく復活した月でもあります。マスターマインドジャパン、マスターマインドワールドの 新しい作品を見ずにその方は他界されました。その方がいてくださったおかげで自分は今もずっとマスターマインドジャパン、マスターマインドワールドが大好きです。いつかこの2つの作品を着て自分はマスターマインドジャパンの本社に行きたいということが今の目標になっています。自分は今日という日を悲しむのではなくその人を思い出すことが供養だと思っています。ブログ的な 動画になりますが、自分にとって8月17日と3月11日は動画投稿者として、記録として残しておきたいと思います。この2つの作品は自分にとってすごく大切で思い入れのある作品です。2024年8月17日、その方が亡くなられて7年,7年目になります。 これから先もこの2つの作品は自分は大切にしていこうと思っています。やはりいつもその方に声をかけるのであればこの一言です。出会えてよかった。ありがとうですね。それでは動画を締めくくりたいと思います。